久しぶりだな。マッチウッドは卒業した。だいぶ前にな。今はディープブルー。了解だ、ディープブルー。何をしているか知らないが、力を貸す。お前の助けは心強い。地獄さながらのこの島はどうだ。ああ、ボリビアが可愛く思えてくる。待機だ。了解。準備しよう。腕はなまっていないようだな。ボリビアの頃と同じままだ。お互いにな。何をすれば。そこで見張ってろ。データを回収する。で、サム・フィッシャーがなぜアウロアに。俺の狙いはストラテジストだ。世界中で特技兵が拉致されてる。奴が首謀者だ。目的は不明だが奴はこの島にいる。奴を議会へ突き出せば軍事介入が可決されるかもしれん。うん、やっと援軍が来るのか。ああ、だが今は俺たちだけだ。 PC を見ろ。ミダス、あのタフ野郎、あいつはどこでも生き延びる。こっちはそうも言ってられないぞ。センティネルが不正アクセスの調査に来るはずだ。敵の位置を特定する。前進する。こっちだ。この下まで見て。おい、よし、一緒に行くぞ。俺に続け。
俺がハンドルを握る。銃座を任せたぞ。ミダスのことで分かったのか。ストラテジストは自分の計画にミダスを利用しているようだ。ミダスと計画に何の関係？それは不明だ。だがストラテジストはドローンスワームを使った兵器を作ろうとした。あの最優先する力は貸すが、ストラテジストのことはどうでもいい。分かってるさ。俺も仲間のためなら同じようにする。ストラテジストの狙いは、なぜミダスを捕らえた？理由は分からない。だがおそらくミダスは拷問されてる。クズに報いを受けさせる。たっぷりとな。その点は安心しろ。だがまずは奴を捕らえて脱出する。裁きを下すのはそれからだ。どうやって島を出る？俺の部隊はヘリで侵入したが、スワームに落とされた。出入り口はない。島の上空に航空機を待機させてある。スワームをかいくぐる方法は何とかする。開かない鍵はない。ミダスがストラテジストの手にある。だが俺一人では厳しい。ヤツを捕らえるため力を貸してくれ。ミダスにもたどり着けるはずだ。協力か。悪くない。ボリビアを思い出す。よし、次の情報のありかは掴んである。今回は潜入任務になる。お前には新しい流儀をマスターしてもらうぞ。エシロン流だ。準備ができたらランデブーポイントに来い。そこから任務を始める。